ジェラル・ウェイン・ジョーンズはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の実業家で億万長者 NFL のダラスカウボーイズのオーナーであるアーカンソー大学ではオフェンシブラインマンとしてプレーし1964年にチームは全米チャンピオンとなった後にカウボーイズオーナーとなり初めて雇ったヘッドコーチであるジミー・ジョンソンはチームメイトであった 1989年2月25日、バム・ブライトから1億4000万ドルで、ダラス・カウボーイズを購入した。オーナーとなった、彼はすぐに、長年、カウボーイズのヘッドコーチを務めていた、トム・ランドリーを解雇して、ジミー・ジョンソンを雇った。数ヶ月後には、長年、カウボーイズのゼネラルマネージャーを務めたテックス・シュラムを解雇した。オーナー1年目の1989年は、 NFL ドラフト全体1位でトロイエークマンを獲得したがチームは1勝15敗に終わった。しかしその3年後の1992年に第27回スーパーボールで優勝。翌1993年の第28回スーパーボールでも優勝した。その後ジミー・ジョンソンヘッドコーチは辞任しバリー・スーイッツァーがヘッドコーチに就任1995年の 第30回スーパーボールでも優勝。カウボーイズは黄金時代を築いた。2017年プロフットボール伝道入りを果たした。ありがとうございます。